皆さん、こんにちは。はい、今から家族全員で、お出かけをするところなんですけれども、サンディエゴの、おすすめのカフェの特集をしてほしいっていうリクエストをいただいたので、今日実は、以前からもうすごい、キーちゃんが赤ちゃんの時から仲良くしてもらってる家族がいるんですけれども、私たちはカリフォルニアで、その、友達はミシガンに住んでるんですけれども、娘さんだけこっちに今、サンディエゴの方に遊びに来てくれてて、で、明日もう帰っちゃうんですけれども、で、最終日にカフェにね、一緒に行こうということになってて、で、一緒にね、撮影していいよっていう許可をくれたので、撮っていこうと思います。で、今日はまず第一、初めて行くカフェなんですけど、ホラパリスっていう、可愛らしいなんかインスタグラムのショートムービーで見つけて、いつも私がクリスタルとかを買うオールドタウンっていう街があるんですけれども、そこに入ってるみたいなので、せっかくなので今日本当家族全員での総出のお出かけとなっております。So it's a French crepe, French recipe, so it's a soft crepe, sweet, and Mexican ingredient inside. It's a fusion food because I'm from France and my wife from Mexico. That's why it's French and Mexican. Crepe. Cool. Wow.知ってるんですけど、大人になって初めて一緒にこうやってお酒を飲むのでちょっと乾杯。おめでとう。こうやって一緒にお酒を飲む日が来るとは。バニララテにしました。いただきます。 So good. 美味しい。はい、今日は日曜日でキーちゃんとカフェに行ってます。コミューナルっていうチェーン店の、お店のカフェ、チェーン店のカフェなんですけど、何店か結構サンディエゴのあちこちにロケーションであって、で、この今から行く店舗が私の結構好きな店舗なんですけど、お見せしようと思います。あ、シーズナルドリンク良さそう。あ、メイビーパンプキンスパイスラテ。ウベ抹茶ラテもある。So good. Maple gingerbread latte. それにする？はい、can I get でもやっぱチャイにしようかな。パンプキンスパイスラテ。Do you want that hot or ice? Can I get it hot, please? Is whole milk okay in there? Yeah, that's fine. And then... Can I get a turkey pesto sandwich, please? Anything else? Can I get a cup of water? Yeah, we have a little water thing right over there. Okay. Can you say where this thing's gonna go? I think you might be right. I'm thinking maybe I'm way past the point of no. Pumpkin.スパイスラテにしました。横に雑貨屋さんもあるんですけど、店内でも飲めるということなのでお店の中に入ってきました。味が強いかも。香りがすごい豆の匂いが強いところが多くて、で時々それが苦手だったりするわけ。ママちょっとその苦手な味かもしれない。ここでね、パンプキンスパイス初めて飲んでみたんで、ちょっと苦手な味かも。でも大丈夫。うん、ここのねバニララテは美味しいです。
アイスバニララテを以前夏飲んだんだけど、okay, 美味しいです。キーちゃんのも来たよ。Doesn't it look so good? 美味しそう。Okay, I want to see where I want to take a bite from. I was also English muffins. Ah, okay, English muffin sandwich なんだ。キーちゃん好きよね、こういう系。いただきます。これあれじゃない？ペスト。Yeah. ペストソースとチーズと Egg and like some other sauce, like the same white. マヨネーズかな？ あ、ちょっと辛くない？ Yeah, it's good though, right? Yeah. I read the ingredients and it said yellow to me. ターキーと、あとアルグラと、え、それアルグラ。うん。嫌い？美味しくない？最近のアメリカはこうやって QR コードで、メニューを見るところが多いです。何があるか見てみようか。こんな感じで、こんな感じでして、なんかシュガーフリーのドリンク、バニララテ、これかな、私が多分飲んでたの。マキアート$3.75とか、こういうボトル、2号のも、こういう2号の飲み物もありますね。なんかいっぱい飲み物あるけど、結局私似たようなのばっかりいつも飲んじゃってるんです。初めてここでそのパンプキンスパイスラテを飲んでみました。今日私が頼んだやつ、うん、あ、前これも飲んだことあるよ、ラベンダーハニーラテ、これも美味しかったよ。ブレックファーストサンドイッチとか、アボカドベーグル、アマンドチーズベーグルとか、アボカドトーストもあるし、スモークサーモンベーグル、私スモークサーモン大好きだから今度これいつか食べてみたいな。プラントベーストのフリタッタとかもありますね。アメリカ結構こうやってビーガンの人 の, ね、メニューとかも結構豊富にあったり、キーちゃんも食べたやつこれか、ターキーペストサンドイッチね。Yeah. やっぱりね、だからだ、ペスト入ってると思った。Yeah, it's so I love. うんうん。オンラインでもオーダーできて、でここでアートとかできる、欲しいもの、エキストラにつけたいものとか、アボカドアドするとかできるみたいです。私たちは今日も向こうでオーダーしたのであれだけど。最近ほんと便利だよね。うん、雑貨がすごい可愛い、検査ここさ、お土産とかにめっちゃ可愛い、がいろいろ参考になるよね、お部屋のね。ございます。今日はまた別の日で、今日はお友達とカフェに行く予定があるので、今ノースパークというところに、来ています。歩いてるからちょっと息が切れちゃってるんですけど、なかなか駐車場が見つからなくて、ノースパークは週末のノースパークは忙しくて、まっすぐ行くのかな、ここ車の運転する時のこの Google マップは全然大丈夫なんだけど、歩くとなると分かりづらくて、合ってんのかな、はあ、でももうすぐ着く予定です。 Even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit. ごめんなさいね、ごめんなさい。すいません、いやいや大丈夫です、すいません、私は全然撮ってる、動画映してもいいですか。全然欲しいね、ここBeach.
drinks, and then these will not have coffee. Cappuccino, please. Did you have an almond milk? Yes, please. Yes, please. もカフェ巡りを続けております。今日はキーちゃんとライちゃんとカフェ巡りです。サンディエゴで大好きなあのカフェのチェーン店のカフェがあるんですけど、コミューナルっていうあのカフェで、どのロケーションのねコミューナルのカフェもめちゃくちゃおしゃれなんですけれども、なんか最近リールでインスタグラムのリールで出てきた今から行くカフェもコミューナル系列のようでして、そう、それでめちゃくちゃ可愛いじゃんってリールで見つけて、ちょっとキーちゃんとライちゃんを誘って今からカフェに行きます。そのじゃない、餌、お菓子か、ワンちゃんのお菓子も置いてありますね。かわいい。バイバイスティンキーズで、パンプキンとサポートハッピー and healthy tummies。 へえ、お腹をヘルシーにして口臭を減らすお菓子みたいです。